あ、週刊運用です。よろしくお願いします。やりますか、YouTube からお送りしてます。そして、三好さんご挨拶お願いしますはい、えー、みよしでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかちょっと久しぶりなんですけども。はい、そして、まだ、<laughs> まだ完成はしてないんですけど、まあ一歩手前ということで。でね、ええー、ちょっと、あれどうしちゃったかな そうですね。そしたらまた、あ、その最初のインデックスの図を出してもらってですね。はいはい。ちょっと待ってくださいね。えっ、ー、と、これでよいしょ。あ、こ,こ,らこれですね。はい。これはつまり、えっ、ー、と、三吉さんが考えた、こういう盤面で、ええー、右下や、右上や、縦方向にこう、 スライドする。まあ、言ってみりゃ何ですかね。フービックキューブに近い、ね、まあまあ、そうですね。フービックキューブよりこう、多いですかね、要素はね。そうではないですか、ね。ああちょっとわか,かないかんないですけど。はい。じゃあ3方向に、実際には3方向に、なんていうか、どちらも平等に回るはずなんですけどね、インデックスの付け方がちょっと分かんなくて、今回はその、 横側に青でついてる0から9までの X 軸と、えっ、ー、と、その緑色でついてる縦軸に Y 軸についてる0から14までの軸にして、うん、あの、えっ、ー、と、なんていうか、させる、させる、指示できるようにしまして、これを、この、なんて、数字をもとに、あの、いろいろ、あの、ですかね、そこのマス目の性質とかを、 書いてっています。ですね。はい。で、なんか、はい、えっと、周りまで、えっ、ー、と、ゼ0とか、その、青の9とか、緑の14とかは、実はそんなにはいらないんですが、えっ、ー、と、盤面をこう、たどっていったときに、あの、どうしても端っこが来ちゃうので、端っこ用に、あの、一、一枠多く取ってる意味ですね。まあ、プログラム的な、 ことなんですけど、よくある。プログラムで言うと、万人とかいうやり方ですけど、えー、それをやってますね。これにすると、あの、プログラムが楽になりますね。まあ、口で説明してもダメかもしれないけど。<laughs> <laughs> そして、じゃあ、あの、えじゃあ最初のあの、YouTube の方。仕組み説明の YouTube に行ってもらって。はい、一旦共有停止。 あ,あ、だからその赤いところはなんならい犬の絵とかになるんですよね。実はね。えーっと、あれあれ YouTube どこだわかんない。YouTube がこれですね。これを、他のいらないあれを閉じます。はい。あれ、だから赤い部分が、 1516パズルみたいに赤い部分じゃなくて赤白全部なんですけどそこを絵を入れると絵が動きますよね。あ、これでお願いします。で,すねはい、で、ここでそこの上の方に01ってありますけど、ロ一二三ってあります。はい、下の方にも0123ってあります。あ<ー>つまりだからここの窓から見て、えー、ですねその、通してみるとその同じ、 上の方の0番と下の方の0番は同じものが見えるという仕組みですね。これ例示すると、つまり、えー、とその透けて見える方を書き換えれば、あの表現上は上も下も、0番も下の0番も色が変わるということになります。えそして、このパラパラ映って、なんかパラパラ映ってんじゃって思いますけど、うん、あの実はあのスライド方向に。 動いてまして、よく見ると。これは今、右上に動いてるとこかな。これは縦に動いてるとことか。動いてまして、スライドしてるんですけど、実にわかりづらいと。わ <laughs> かりづらい。<laughs> パタパタしてるみたいですけどね。本当はスライドしているんですけどね。輪っか、輪っか的に。はい,はい。ということで、えっ、ー、と、スライドの辺を。はい。 よくしようと思って作ったのが次の YouTube で、えー。そうか。えー、っと。喋るとあっという間だけど、ね、<あ>ちょっと今回時間がかかりました。れれれでよ、よ、良いのだが、ページが違うんだ。こっちで。えー、っと、こうして。ああ、これですね。画面が見にくい。よいしょ。あ、スライドが。ああ あ、スライドしてますね。あ、これが今スライド的表現をしようと思ってるんですけど、まだちょっと出来上がってなくて、左の辺の三角形が変なと,と、うん、右上の田舎が筋が出てるのがダメなんで、これはちょっと直していこうかなと思う。つまりさっきのパラパラ言ってるやつの間をこの表現でつなげばちゃんとできるというん、ことになりますですね。 というこ,と,こうと、ところまで来ました。<laughs> なかなか今回時間がかかりました、ね。なんか電車に乗って外の風景見てる感じです。<laughs> ああ、そう <laughs> 目目がこう。あ、この、そしてあ、今一定量で動いてますけどね、できるようになると、あの、シャーって飛ばして、あ<ー>止まるみたいなのもできるようになると思いますど、ね。は、えーね、ということで、もうすぐ、はい、もうすぐできます。飛ばせる さっきも言ったけど、この赤白の代わりに、い犬の絵だか、なんかあ、まあ、が描けば、そういうのもできるという。この赤白で作ってるのいいのは、もしかすると、つまり、赤取り替わってるんですけど、同じ絵っていうのができるんですよね。うんうん、な,るなるほど、なるほど。できるかどうかわかんないですけどね。うん、うん。まあ、そんなのも、だから赤い版面、 赤三角の盤面から赤三角の盤面に行って、実は違う赤三角を作るところができるかもしれませんね。できないかもしれません、ね。でもうすぐ完成です。よろしくお願いします。はい。はい。は今日はこの辺です。どうもありがとうございました。はい。ありがとうございます。登録お願いします。